ゴーリキ先輩、おはようっす。寝不足っすか？おはよう。ええ、昨夜寝つけなくってテレビでやってた深夜映画をなんとなく見始めちゃって。へえ、なんて映画っすか？それがあんまり集中して見てたわけじゃなくて、途中でチャンネル変えちゃったし。内容はうろ覚えなんすか？確かね、無人島に流れ着いた男女の話だったと思うんだけど、大勢の男に対して女は一人、この女が男をもてあそぶ嫌な女だった気がするわ。それはきっとあなた半島事件を元にした映画ですね。え、実際にあった事件なの？ええ、映画では舞台は現代になってたと思うけど、元ネタは第二次世界大戦中南海の孤島で。おっと、チャイムだ。やばい、遅刻する。ら、森くん。はい。私、なんかその話に興味湧いてきたわ。放課後、詳しく教えて。オッケーです。あなた半島事件、またはあなた班の女王事件と呼ばれる事件の発端は1944年、昭和19年にマリアナ諸島で起きた。ちょっと待って、あ、マリアナってどこ？マリアナ諸島はここ、あなた半島はここ。長さ約9キロ、幅 3.7 キロの火山島で、ちっさ。面積は板橋区とほぼ同じ 31.21 平方キロメートル。ちなみに東京ドームだと240個分です。その例えかえって分かりにくいわ。マリアナ諸島にはもともとチャモロ人という原住民が住んでいたが、16世紀以降スペイン、ドイツ、日本と統治者が変わり、今はアメリカの自治領になってます。南海の孤島って感じだけど、ここも昔は日本だったのね。ええ、戦争末期には住民を巻き込んだ日米の激戦地にもなったんだ。終戦後6年経った1951年、昭和26年に19人の男たちがこの島から復員する。彼らは孤島でどうやって生き延びたのか。初めは口の固かった男たちから一人の女をめぐる壮絶な愛憎劇が語られた。その女、比嘉和子が生まれ故郷の沖縄からサイパンに渡ったのは1938年、昭和13年2月、彼女が16歳の時だった。南国生まれらしい愛嬌のある和子は18歳になるとコプラ油、ヤシ油の栽培加工工場で働いていた比嘉祥一と結婚する。16歳で海外に出て18歳で結婚とか、今より進んでたのね。当時は25歳で生き遅れと言われてたそうだから。それに満州、現在の中国東北部や台湾、もっと南のパラオまで日本領だったから、ほら、海を渡って新天地で一肌あげるだというのは一種の流行でもあったんだ。そういった現代と違う常識はこの後の展開にも大きく関わってくる。やがて日米が開戦、まだ戦場は遠かったため比較的平穏に暮らしていたが、戦局が徐々に悪化した1943年、昭和18年10月、和子21歳の時に夫の祥一があなた半島に転勤になった。島にはヤシ栽培加工所の所長として同郷出身の比嘉菊一郎が家族と住んでいて、原住民カナ家族の労働者男女45人と共に暮らしていた。そして1944年、昭和19年6月12日、夫の祥一と菊一郎の家族が島を離れていたその時、あなた半島は米軍の激しい砲爆撃を受け、和子、菊一郎、島の住人たちは命からがら島の山中へ逃げ込んだ。この時和子は妊娠中だったが、爆撃のショックで流産してしまい、それが原因で子供が産めない体となってしまったという。まあ、辛いわ、同じ女として。この時島の近くを航行していた日本の食糧補給船団も米軍に攻撃されて沈没。16歳を最年少に、大半が20代の日本兵や船員ら31人が同島に泳ぎ着いた。いよいよ舞台に役者が揃ったわけっすね。まあそういうわけだ。8月にはマリアナ諸島全域を占領した米軍だったが、軍事基地のなかったあなた半島はその後攻撃を受けることはなく、敗走を続ける日本にとっても軍事的要所じゃない島を顧みることはなかった。つまり日米双方から忘れられた島になったのね。さて、差し迫った問題は食料だ。
なんか南国っていうとバナナやココナッツが自然に生えてて食い放題ってイメージがあるけど、もっと大きな島ならそうだったかもな。島では豚や鳥も数十頭飼っていたが、外部からの食料補給を断たれた状況では3ヶ月で食べ尽くしてしまったそうだ。でも周りは海だから魚は取り放題っすね。なあ、他には体長2メートルになるオオトカゲがいて、うえ、これが焼いて食うとなかなかいけたらしい。ネズミやコウモリにヤシガニ、生きるために食べられそうなものなら何でも食べた。サバイバルっすね。あんな小さな島だもんね。ああ、原住民も含めて74人の集団にとって生きていくだけでも精一杯だったと思いきや、原住民からヤシ酒を作る方法を教えられ、一緒に酒盛りなどもしていたという。なんだ、意外と普通の暮らしだったんすね。トカゲを食べるのは普通じゃないわよ。え、何よ。あですよね、ゴーリキ先輩なら普通に食うと思った。恐怖の事件簿。そうこうしているうちに原住民たちは他の島へ逃げ出してしまう。え、なんで原住民だけ。日本人は、他の島は米軍の勢力下にあることは明らかだったし、武器もなしに敵であるアメリカのいる島に行くわけにはいかないしな。あ、そっか、その時はまだ戦争真っ只中っすもんね。そうして島には和子、菊一郎ら日本人33人だけが残されることになったわけだ。島に自生するバナナやタロイモなどを探し歩き、やっと生きていくだけの食料のめどは立ったものの、日用品は皆無。男たちは元から着ていたボロボロの服や木の葉で前を隠すだけという格好で、和子に至っては木の皮で作った腰身のに、上半身は裸といういでたちだった。あら、やだ。ふひょ、おっぱい丸出しっすか。しかも和子はいわゆるむっちり豊満なタイプだった。あ、やだ。ひょーい、おっぱい、おっぱい。熱帯なので冬でも暖かく、雨水を貯めれば水もあり、十分ではないものの食べるものもあり、さらに酒もあるとなれば残す欲望はズバリ性欲っすね。いやー、ゴーリキ先輩落ち着いて。肉体的に問題のない男たちの中に、半裸をさらす若い女がただ一人、家族に注がれる男たちのギラギラする視線。身の危険を感じた和子は、ある日菊一郎にこう切り出した。ねえ菊一郎さん、私このままじゃ誰かに強姦されてしまうわ。みんなを落ち着かせるために形だけでいいから夫婦になって一緒に住んでくれない。あんたがそう言うなら。こうして二人は形ばかりの結婚式を挙げ、これで他の男も諦めがつくと期待したが、逆に女を独り占めされたと男たちの不満は高まった。何それ、バッカみたい。わかるっすよその気持ち。和子に言い寄る他の男に対し、気の弱い菊一郎は何も言えなかったが、嫉妬心からなのか、和子が他の男と仲良く話そうものなら彼女に殴る蹴るの暴力を振るうようになった。ひどいわ、理解不能よ。俺もその気持ちはわからないっす。そんな菊一郎との生活に疲れた和子は、それを慰めてくれた若い男と関係を持ってしまう。こりゃどっちもどっちっすね。他にも言い寄る男は後を絶たず、和子自身も男たちの求めを断固として拒まず、時には自ら男たちを誘ったという。まあこういったところが後に女王とか呼ばれるゆえんになったんだろうな。私が映画の中で覚えてたのはそのあたりね。そうして1945年昭和20年8月15日、長かった戦争も終わったが、島の皆がそれを知る術はなく、飛んどるのはアメさんの飛行機ばかりじゃの。戦争はどうなったんかの。わしらこの島で一生暮らすんじゃろか。バカを言うな。日本は必ず戦争に勝って俺たちを迎えに来る。だからそれまではどんなことをしても生き延びるんだ。先行きへの不安、和子をめぐる争い、情報から隔絶された島でそれでもギリギリの秩序を保って日々を暮らしていた33人だったが、戦争終結翌年の9月、この秩序をぶち壊すあるものが発見される。何？山の中で墜落した B-29 を発見したんだ。 B-29？ アメリカのでっかい爆撃機っすね。
グアムやサイパンには日本を空襲する爆撃機の基地があったから、故障か何かで不時着したんだろう。そこから缶詰など食料のほか、脱出用のパラシュートなどが見つかった。男たちは機体の残骸から鍋や包丁などを作り、和子はパラシュートを使って自分のワンピースやみんなの服も作ったという。当時のパラシュートはシルク製で高級だったんだ。よかったじゃない。なんでそれが秩序をぶち壊したの？ふん、そりゃ決まってますよ。今まで常に目の前に揺れていた生パイが見られなくなったら暴動もんす。あんたの価値基準はそれしかないのか。おい、話を進めるぞ。それは墜落現場で2人の男が見つけた米軍の拳銃3丁と数十発の弾丸だ。拳銃は錆びつき壊れていたが、無事な部品を組み合わせて2丁を撃てるように仕立て上げた。逃げ場のない小さな島に暮らす原始時代同然の集団で、拳銃という近代兵器を手にした2人の男たちは、いわば絶対的な権力を手に入れたも同然だった。2人は拳銃をちらつかせて家族を妻のように扱い始めた。うん、菊一郎も他の男も銃の前では無言になるしかなかった。露骨っすね。そして翌年、島で最初の死者が出る。死者？やっぱり銃で？いや、木から落ちて死んだんだ。何よそれ、撃たれたんじゃないの？うん、だがこの時現場の近くにいたのは銃を手に入れた二人の男たちで、そして死んだのは普段からこの二人と仲の悪い男で、あの二人が銃で脅して木に登らせ転落死に見せかけて殺したんじゃないか。誰からともなくそう噂したのも無理はない。ああ、そりゃ決まりっすね。そうとしか思えないわよね。そうしてある日、拳銃を持った男の一人が和子にこう言い寄った。なあ和子、俺の女になれよ。そんな、私は菊一郎さんの。菊一郎が承知しないっていうならあいつを殺すぞ。気弱な菊一郎は言うことを聞くしかない。だらしないっすね。まったくだわ。そう言ってやるなよ、拳銃で脅されてるんだ。その日以降、和子はなぜかもう一人の拳銃保持者である男とも同居。その数ヶ月後、普段から和子にしつこく言い寄っている男が射殺された。今度の犯人は明らかだが、やはり誰も何も言えずに和子をめぐる争いはエスカレートする。ある日、銃を持っていた二人が酒を飲んでいて喧嘩を始め、 2,3 日の間にお前をぶっ殺してやると言ったのだ。しかしこのセリフを言った男が逆に殺されてしまう。もうむちゃくちゃ無法状態っすね。銃を独占したこの男が今度は島の絶対的な支配者となった。しかしことはまだ終わらない。その3ヶ月後、この男も夜釣りに出た際海に落ちて死んでしまった。事故か殺人かは不明。残された拳銃は菊一郎ともう一人が持つことになり、今度は和子と菊一郎、彼の3人の生活になった。なんか拳銃を持ってるやつが和子も手に入れられるっつう不分率ができちゃったみたいっすね。ああ。だが3人の共同生活が1ヶ月ほど経った頃、菊一郎がもう一人の男に撃ち殺された。うわあ。これで5人。さらに2丁の拳銃を手に入れた男も2年後に別の男に刺殺されてしまう。ってことは、一応その間は誰も死ななかったんすね。いや、その2年間で崖から転落して死んだ男、食中毒で死んだ男、いきなりいなくなった男など不審死が連続した。男は今何人残ってるの？9人減って23人っす。ふんがー、もう人間同士なんだから揉め事は話し合いで解決すればいいのに。それを剛力先輩に言われると。何？何でもありません。いや、男たちもそう考えたんですよ。この状態を何とかしなければいずれ殺し合いで全滅してしまう。和子に男を選ばせ、正式に誰かと結婚させよう。そうだ、それで他の者は手出ししないことにしよう。銃はどうする？あればまた使おうとする奴が出てくる。あんなもの捨ててしまおう。そうそう、銃なんかあるから争いが起きるのよね。そうして和子は一人の男を選んで結婚し、銃は海へ捨てられた。やれやれ、これで一応問題は解決ってことっすね。いや、実はその後も状況はあまり変わらなかったんだ。え？マジ？
銃を捨ててからも死んだり行方不明になったりした男は4人、32人いた男たちは4年余りで19人にまで減ってしまった。でも全員が殺されたわけじゃないわよね。もちろん中には本当の事故死や病死もあったかもしれない。しかし島で殺人があったことは否定しようがない。和子に正式な夫を決めても銃を捨てても殺し合いは止まらない。どうすれば平穏に暮らせるのか。残った男たちはある夜和子抜きで話し合う。そこで出された結論は、女が一人いるから揉め事が起こるんだ。そうだ、あの女のせいで何人も。いっそ和子を処刑してしまおう。うがー、何よそれ、とんでもない身勝手。あいたったー、また随分極端に触れちゃったっすね。まあ男たちを弁護するわけじゃないけど、この頃は人の死に対する感覚が麻痺していたのかもしれないな。でも和子は殺されてないわよね。日本に帰ってきたんだから。ああ、和子殺害で全員が一致したその日の夜、まだ理性が残っていた一人の男が和子にこのことを伝えると、彼女は山中へ逃げ込んだ。そりゃそうよね。そうして33日間山中を逃げ回り、 Hey look over there。 1950年、昭和25年6月28日、島を巡回していた米軍の哨戒艇に発見された和子は5年ぶりに島から脱出することになる。助けてー。オーメン、それで他の男たちも助けられたのね。いや、男たちは米軍の呼びかけや彼らの両親、妻たちから届いた手紙や日本の新聞をアメリカの策謀と疑わず島から出ようとしなかったんだ。なんで？当時の日本では連合国側は鬼畜米兵と呼ばれ、捕虜になれば拷問されると思い込まされていたし、軍の規範でも敵の捕虜になることは恥とされていたんだな。そういう時代だったってことっすね。和子が島から去って1年が過ぎた1951年、昭和26年6月、ようやく一人の男が呼びかけに応じて米軍に投降し、この男の説得で他の男たちも敗戦を受け入れ、全員が日本に返されることになったんだ。6年ぶりか。ちょっとした浦島太郎っすね。帰国した男たちの証言から島で和子をめぐっての殺人や行方不明事件があったことが明らかになると、和子はマスコミの格好の餌食になった。新聞や雑誌は和子をあなた班の女王、ハーレムを作った女、獣欲の奴隷、女王蜂などなど面白おかしく誇張して書き立てた。それに対して和子は、私が結婚した相手は4人ですが、でも私が原因で殺されたのは2人だけです。あとは食べ物をめぐっての争いなどで死んだのですと反論したが、それがかえって火に油を注ぐことになり、和子のブロマイドが爆発的に売れる結果になった。あらまあ、調子いいっすね。その後はうさんくさい山師に乗せられ、ストリップ小屋などをめぐるお芝居に出演したり、本人主演で映画が作られたり。へえ、一躍時の人じゃないっすか。だが人々の興味は移ろいやすい。やがてあなた藩の女王は忘れ去られ、失意の和子は沖縄へ帰って小さな食堂を開くと、その後ある男性と再婚し、1972年に50歳で亡くなった。そういえば和子の本当の夫はどうしたの？とっくに帰国済み、別の女性と再婚して子供もいたよ。まあ不義理な男ね。5年も生死不明じゃ責められないっすよ。男たちの中にも戦死の知らせを受けた妻が再婚し子持ちになっていた者もいたし、戦後の混乱期にはそういう話は珍しくなかったんだ。でもなんでもっと仲良く助け合うことができなかったのかしら。5年もいがみ合いながら暮らすなんて。それは和子がいなくなってからの1年間に死人が出ていないことを考えれば、やっぱり女が一人だけってのが。まあ森くんは女が悪いっていうの？か弱い女がたった一人、野獣の群れの中で必死に生きようとしただけなのに。剛力先輩、映画見て男をもてあそぶ嫌な女だって。それとこれとは話が別よ。そうっすよ、最低二人いれば何かしら揉め事は起こるもんしょ。助けが来るか来ないか分かんない状況じゃ、女がいてもいなくても同じだったって俺は思うけどな。あんた見直したわ。先輩ちょっとパワーセーブしてっか。まあ戦争中の事件だったしな、俺たちだってその状況に放り込まれたらどうなっていたか。そうね。
男だらけのところに女が私一人か。孤島の女王、悪くないわね。というか密林の王者は南海のことをあなた藩、そこでは人間の原始の欲望が呼び覚まされるのかもしれない。